宍家城、または、宍家,家城、宍岳城は、佐賀県唐津市九浦城を岩屋、見瀬に存在した、日本の城。佐賀県指定史跡。松浦島の源比が、自称年間に築城したと伝えられる。唐津市九浦町にある白山の山頂、標高228メートルに位置し、城の周囲は、急長家となっている。有明海と、 玄海な灘の分水会に近く防衛の拠点となったが、息子の源持ちが平戸に移ったため廃された。その後、天文年間頃に、松浦等の鶴田前が上司となり復興している。大友氏や龍造寺氏、後藤氏などの勢力の境界に位置し、天文十三年には龍造寺氏は攻撃したが失敗し、翌十四年には5日間占領したものの、脱会されている。 永六年間には、秦氏が数回にわたって来航したが、撃退している。天正五年に、秦氏が、上松浦、松浦党の首領となると、上主の鶴田県はこれに服属した。やがて、秦氏が追放されると、文禄二年に、後藤氏の家臣となり、城は廃された。その後は、寺沢広隆が改修して、石垣のある城となったが、源源元年頃、 再び廃場となったという、1991年3月30日に佐賀県の史跡に指定された。ありがとうございます。